はい、どうもケンケンです。今回なんですけど、僕らもともと旅が好きじゃないですか、うん、ただね、今現時点でもいろんな事情があってクイックデリバリーって僕らの大きい方のキャンピングカーが帰ってきてない状況でございます、うん、もう旅がしたいんですよ俺。またごめんなさい、本当に。いや別にいいんですよ。別にずっと家やってたじゃない最近、うんうん、いやもう出たくてしょうがなくなっちゃって俺、うんうん、かといって家の快適化を急ぎで進めなくちゃいけない部分もあるじゃないですか、うん、なので俺のこの欲望を満たすために日帰り旅みたいなのしたいのよ。あ、素晴らしい、それは素晴らしい。そういうのどう、うん、日帰りでいいよ行ってきて、うん、いや違うんだよ、違うんだよ、俺はお留守番でいいや、行くよって言って今一緒に乗ったんじゃん、うん、ここまではね。あ、ここまでここまでは一緒、ここまで乗ってくれたけど、こっからは解散、これでじゃあって出てくわけ、うん、そうだ、気をつけてね。あ、知らなかった。あ、うん、お見送りね。そう、結構深くまで来てくれるお見送りそう、あ、鍵まで閉めてきたから家。あ、すごいお見送りだね、うん、じゃあ。え、また開けて入るんでしょ。そうだよ、ヒーターも止めて電気も消してきたけどすごいね、うん、お見送り難易度100ぐらいいってると思うよ。そうでしょ、うん、お見送りで、いやおもてなしみたいにやめろお見送りコサックダンスみたいになってるから寒いから出したくない。いや寒いよね、うん、まあとりあえず連れてきますけどね。ああ鍵を車をロックしても出さないですけど。でプラスで僕ら道の駅好きじゃないですか、うん、あのいろんなとこ行ってるんですよ僕ら。ただ行ったことないところもこの群馬県の中でもたくさんあるわけ。あるね、確かに。で今日は天気もいいですし道の駅巡りしようかという話でございます。いいね、はい、の日帰り旅行みたいな、うん、で現地でその地域の中地産地消できたらななんていうふうに思ってます。で今日一日で群馬県の全部回るとかそういうのは無理なんで、うん、あの地域を絞ってですね、まあ、5つぐらい回れればなというふうに思ってます、はい、でせっかくなんか一旦群馬県の中の道の駅全部行きたいねみたいな話したじゃん、うん、せっかくなんでスタンプが押せる際こうサッシみたいになるじゃないですか。あ、はいはいはい、サッシね、うん、あれを手に入れてから回りたい、うん、せっかくならね、やったことないから俺ら。あれは本屋さんに行って、え、本屋さんじゃないのあれって。本屋さん行って聞けばいいのかな。一回ちょっと本屋さん行ってみようかじゃあ、うんうん、っていう流れです今日は。はい、はい、じゃあ出発しましょう。出発しましょう。はい、じゃあエンジンかけていきます。ブブ、矢部さんは門を開けるためにちょっとベルトはしてませんけども。俺はヤンキーだからしないんで。やめろよ、ダメだよ、養育は真似しちゃいけないよ。その門を開けるんで一回降りるためにしてないだけだから。俺はヤンキーだからな。やめろよ、普段からシートベルトはしないな。やめろやめろやめろ、なんで自分を悪く言うんだよ。ヘルメットはかぶる派。なんでヘルメットかぶるんだよ。どっちかというとヘルメットをこうなんか首の後ろでかける派でしょヤンキーって。おばあちゃんは助ける派。あ、そうだ、でヤンキーなんだよやってることが。早速ね、最初に向かっていく道の駅なんですけども、今回はその群馬県の左下の方を狙っていく感じだね。狙っていく感じだね。そう、県をこう地図で見た時に左下の5個を狙っていきます。そこがちょっと綺麗にねルート的に回れる場所なんじゃないかっていうことで企画しました。はい、ただですね、さっき山目さんがお電話をしてくれたんですけど、その道の駅ブックス、うん、名前はちょっと正式名称わかんないですけど、この道の駅の情報が載ってたりとか、こうハンコをね押せるなんていうその手帳みたいなやつだね、はい、があるんですけど、それね、なんか3月だか4月その春に新刊が登場するっていうことで、うん、今ちょうどギリギリすぎて在庫ないんだって。ないんだってさ、どこにもないんだって、うん、あのあるかもしんないけどっていう言い方ではあったけど、うん、基本ないですねって感じ。もうほら、うん、どうせ新しい刊入れるのにね、2023年版があってもっていうことらしいです、はい、のでネットで買うしか方法がなかったんですよ、うん、まあ、事前準備不足ですね我々の。準備不足、準備不足、まあ、とにかくどうせ回るんだったらハンコを押してさ、そのハンコをこうなんやかんや言いたかったわけですよ。きっとそのハンコもその地域地域によってこう特徴があるようなものになってるわけじゃん、うん、そういうのちょっと見てみたかったな。残念、スタンプラリーしたことないからちょっと楽しそうだなって思ったんだよね、うん、だからとりあえず今日はあのメモ帳みたいのがあるのでそこに押してみようということです。はい、じゃああと15分ぐらいで着きますので、はい、安全運転で向かっていきます。はい、はい、着きました。これです、道の駅大西。横浜から来てる人がいるな。お、すごいね、横浜から大西へようこそ。じゃあみんなに道の駅大西の簡単な説明をするね。あ、道の駅の説明してくれるの。はい、ありがとう。道の駅上州大西は廃校になった小学校跡に建てられた道の駅です。藤岡市の有名な庭石である三馬石に関する資料展示や石器時代の住居跡、旧、小学校の読めよちゃんと建物があり、地域の歴史や文化を学べます。施設内には食堂、暖炉亭や売店、キッズコーナーなどもあります。
陶芸、林業、養蜂体験メニュー、かっこ良い予約もあり、それぞれの専門家がいるので安心して参加できます。食堂暖炉亭では駅近くにある下久保ダムの形状をイメージした下久保ダムカレーやナポリタン、そばなど様々な料理を味わうことができます。売店では群馬で美味しいものを作っている店の優れた一品を多数取り揃え、お得な価格で販売しています。地元の有名なおまんじゅう、長井屋まんじゅうも販売しています。これがね、古い学校で、あそこにね、なんかその昔の人のなんかお住まいを再現したんだか、そういうのがあって、これが建物です。はい、小学校ですね。職員室とかね、確かあっちにも1年とか書いてなかったっけ。そうだよね、いろいろ書いてあります。これ前来たとこだ、これほら、譲り原石器時代の住居跡ですね。これが、まあ、見れるってことよ。入ってみる。おー、びっくりした。これがだからその住居なわけですよ。あの中央で煮炊きする感じだね。はい、何を煮炊きしてたんだろう。こうなんか縄文土器でなんかこうどんぐりを煮るとか、そういうあれですか。ああいうやつ。あ、そう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 、ほらやってるじゃないですか。あそこでグツグツね、お鍋を煮てますね。まあ、せっかくなんで我々が来た証でも残しましょうか、ここに。じゃあちょっと売店とか見に行こうかね。はい、一応ね、各道の駅ではそこの特産物みたいなものとかね、地産地消していこうと思ってるんで、2人で見に行こうか。スタンプ見つけました。いい？いいよ。おー、かわいい。鬼だ。鬼ですね。わ、かわいい。なんか鬼に石って書いて鬼石なんだよね。うん。やめろよ。お土産見よ。お土産見よ。ということで行ってまいりました、上州鬼石。で、道の駅にせっかく回るんだったら、なんかステッカーとかマグネットみたいなのあるじゃないですか。うん。今回はそれじゃなくて、なんかかわいいの見つけたんだよね。うん。これ道の駅ピンバッジガチャ。これもいろんなところにあるんだって、全国に。開けて。こんな感じのね、ちっちゃいピンバッジなんだよね。うん。はい。でもちょっと可愛くない、これ。可愛い。ね。このバッジをなんか日本地図にこう刺していくとかね。うん。するとなんかこうコンプリート感があっていいじゃないですか。あ、この辺かなみたいなとかね。じゃあこんな感じでハンコ集めとピンバッジ集めも楽しめそうだね。これ100円だしね。まんじゅうも凍ってきた。そうなんです。今回はまあちょっとこう飲み物と、この長井屋まんじゅうっていうのがどうやらおすすめのお土産らしい。うん。ということで買ってみたよ。我々もね、ちょっとまんじゅう好きなので早速食べてみたいと思う。長井屋まんじゅうっていうのはなんか藤岡市のものらしいですね。なんか温泉まんじゅうに近いのかな。おい、ありがとう。はい、おいしそうね。こんなんね、6個じゃすぐ食べきちゃうよ俺。なんか長い屋とかね、あの下雲ダムとかなんかこう描かれてますね。こういうの地域性があって見るのが楽しいね。うん、うまい。うん、待って、温泉まんじゅうっていう感覚で食べると違うかもしんない。うん、うまっ。なんか甘い。うん、てかもちもちしてない。うん、なんか見ちゃうよね。うまいとさ、こうやってパッケージとか見ちゃうね。温泉まんじゅうなの？違うんだしょ、ジャンルはきっと。もちもちしてうまい。なんだろうね、あんこあんま好きじゃないけど美味しい。あ、そうだよね、あんこ苦手だもんね。うん、だから県外の人とかにもこうおすすめして持ってきたいぐらい。確かに。うん、まあ、こんな感じで進んでいきます、今日は。はい、こんな感じで5つの道を行き回っていこうと思うので、まあ俺らも楽しんでいこうよ。うん、で次は道の駅万馬の里、万馬の里という場所に行きたいと思います。うん、鬼石ありがとうな。ありがとう鬼石、楽しかったよ。ありがとう鬼石、楽しかったよ。なんでそれ繰り返すんだよ。多分下久保ダムなんじゃないの、ここって。違うんかな。おー、すごい。違ったらごめん。下久保グリーンだ。いや違う、島ブルーみたいに言うじゃないよお前。どう、何が。いや旅したいって言ってたから。いや楽しいよやっぱり。あ、そう。ちょっとメロディーロード突然すぎて取れなかったのが残念だった。何の歌だった？鯉のぼりね。屋根より高いです。おー、鯉のぼり。そう、群馬県ってメロディーロードいっぱいあるんですよ。うん、確かに。なんで群馬県で旅する人はそのメロディーロード、メロディーラインだっけ。うん、それをちょっと目的というか、その通り道に入れてね、あえてちょっと遠回りしても聞くのは楽しいかもしれない。いいね。どのぐらいの大きさ。あ、でもそれなりに大きいというか。お客さんも割といるな。めっちゃいるじゃん。え、バグトラあるけど。それでは道の駅万馬の里の情報です。はい、施設の特色は道の駅の敷地内の物産センターの中に地元農産物を利用した加工体験コーナーがあることです。またセンター内に水槽を設置して、万馬町に生息する魚類を手に入れ、利用者に生の生態を見てもらうことです。
強調するな。なんかよくわかんないよ。怖い。特産品としては手作りこんにゃくや味噌が有名だそうです。あとね、地域の主な祭事としては鯉のぼり祭りっていうのがあって、これは全国に知られた一大イベントだそうで、4月下旬から5月上旬、神奈川を挟んで渡されたワイヤーに約800匹の鯉のぼりの泳ぐ姿は圧巻だそうで、大変な賑わいとなっているそうです。見て山。ん？吊り橋みたいのがある。本当だ。え、結構ガチの吊り橋じゃない？渡れるのかな？垂れてるじゃん。すごい。で、なんかほら、あそこに五重の塔とか、あ、本当だ。ガゼボみたいのがありますけど、釣れる体験でね、1回100円を入れると、うん、うわマジスリルじゃん、真ん中抜けてるもん。あ、本当だ。あ、なんか愛の奇跡。あ、金があるのね。あ、釣り場所を渡った先にある愛の聖地。我々の愛を確かめに金を鳴らし行きましょうか。愛なんかねえよ、やめろよ。俺たちにあるのはビジネスだけだ。やめてやめて。わ、俺きついんだよな、高所恐怖症。でも人為的にこう揺らしたり走ったりは危ないからやめてねって。あ、わかりました。 あなたのことですよそれ。え、待って、え、待って待って、揺れんじゃん、もう。え、ここから揺れる、早いんだよなあいつ。うわ、川だ。マジか、これ結構揺れるな。俺はちょっとね、真ん中は歩けないですね。いや、やばい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 、動けなくなるかもしれない俺。うわ、ちょっと待って、マジ怖いマジ怖い。ケン見て、マジで怖い。もう手すりないよ。ちょ待ってよ。え、これ愛を確かめに行く橋じゃないの？これだから吊り橋効果ってやつ。あ、それここ持つ、危ないからね。ちょっと待って、早い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 、揺れる揺れる揺れる。待って、これ帰りはちょっと、俺帰りそっちから帰っていい？帰り俺この階段から帰ってここ渡るわ、なんとかして。そっちの方がいいね。ちょ無理無理、全然濡れた方がいい。怖い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 。ワイヤーをシュルシュルやりながら、ワイヤーシュルシュル。ちょ揺れる揺れる、前だけ見よう前だけ見よう。前も怖い前も怖い、一番高い一番高いとこ。怖い怖い怖い。うるさい、いけん。待って、風で揺れる。はちょっと待って、冗談抜きでやばいかもしれない。ちょっと待って、愛の鐘途中にない？危なくない？あ、もう大丈夫、もう多分ここから落ちても死なない。はい、じゃあこれが愛の鐘らしいです。ハートを合わせるとシャボン玉が出るんだって。おしゃれ。でもシャボン玉壊れてるって入り口に書いてあった。なんかメンテナンス中みたいな。はい、やるよ。あれを閉じるらしい。はい、せーの。え？あ、降りてくる。あ、降りてくると閉じるんだ。おお。けん、なんか電話来てるよ。電話来てる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 よ。もういいですね、こう道の駅ごとにアクティビティというかそういうのがあってね。そうだね、はい、じゃあ渡った先にあるね、こう五重の塔とかが、まあ、ありますけども、あとは川に降りれる階段とかね、うん、そちら側にもありますのでね、まあいいんじゃないですか。あ、見て、んテラス席みたいなのあるよ、そこ。わ、すごい。これだから川見ながらできるわけだ。ソーラーパネルしてる。あ、本当だ。待って、俺あそこのテラスの人たちに結構嘲笑ってない、もしかして。なんで？だって見て、あそこに結構人いたけど、俺ここで騒いでたね一人で。じゃあ笑われてたかも。絶対笑われてるじゃん。恥ずかしいんだけど、マジで。ちょっと戻るの恥ずかしいんだけど。はい、それじゃあ建物の周りなんですけども、これが本館ですね。はい、の脇にこう川沿いのねテラス席があります。みんなほら川の方に椅子が向いてるね。一番奥が喫煙所。あ、そうだね、うん、になってて、自販機も充実してます。はい、さっき渡ったあれ、ほらこんなんも格好の的だよ。あ、笑われてて、 うわあいつめっちゃ怖がってるみたいな。あ、耳から毛生えてるよ。やめろよ。あれこの間切ってくれなかったっけ。切ったけどまた生えてる。俺耳から毛生えるんだよね。多分それ笑われてたんだよ。見えねえだろ、どんだけ視力いいんだよ。マサイ族じゃねえんだからさ。毛生えてるわ、ね、スタンプ押し行かない。あ、こういう景色とかあんま見ないけね、山ね。うん、見たよ。ほら神奈川が流れてるよ、山。見た。早いね。なんか横断歩道渡る人みたいなやつよ。まあでもスタンプ楽しいからね、うん、ちょっと見に行こうか。きっとね、うん、葉っぱのスタンプだと思う。そう、予想しよう。葉っぱ、うん、確かに葉っぱかもしれないね。何だと思う。川神奈川。あ、川、うん、でこれ当てっこしようぜ。いいよ、うん、はい、じゃあお店入ってきました。はい、なんかすごいいろんなお土産があってね、結構あれかな、鹿とかイノシシの肉とか、うん、ソーセージ、まあ、そういったものも多かったです。はい、鹿の角の飾りとかね、あったね。結構あったね、うん、楽しかった。食べ物で言うとレストランって感じだったかな、うん、俺たち的にはこうちょっと食べ歩きみたいのをしたかったんで食材とか買わなかったんですけど、代わりにねこれ買いました。サウルスくんメロンソーダです。はい、サウルスくんメロンソーダ、うん、これがサウルスくんなんでしょ。違う。
いや違かったらもう誰がサウルスくんなんだよ。なんでこれザウルスくんじゃないの。なんとかサウルスっていうのもいるんじゃない。ほうほう、ティラノザウルスじゃなくて実はティラノサウルスだったりするじゃん。これ神流町限定ですからね。これ山井さん、はい、俺たちが予想し合いっこしたハンコですよ、うん、何だったでしょうかね。正解は、正解は、はい、サウルスくんと鯉、はい、これが正解のハンコでした。お店と鯉のぼりがやっぱ有名って書いてあったもんね、うん、あと大文字があってサウルスくんでした。ということで我々皮と葉っぱ、葉っぱ全然もうモリモリでしたね。違ったね正解は。じゃあサウルスくんメロンソーダいただきます。どう、おいしい、おいしい。でも昔ながらのラムネみたいに近いかな。メロンは入ってません。メロン風味みたいな感じだね。あのかき氷シロップのソーダみたいなおいしいやつ、昔ながらの。あ、次の目的地は道の駅上野です。上野です、はい、行ってみましょう。ここも初めてだね。ちょっとそろそろねお腹空いてきたからね、うん、なんか食べたいところ。ヤマンバの里ね個人的には良かったよ。ヤマンバ、ヤマンバじゃねえよ。ヤマンバの里怖すぎだろお前。マンバの里って、マンバの里、マンバの里、いやマンバの里、俺がいやーって、いやーね、そうそうそう、俺とイヤーが言っちゃったから。引いてたんか。ごめんごめん、それ俺が悪いわ。ヤマンバの里って言ったから。もうすぐ着きますけど、はい、道の駅上野です。お、大きいじゃん。大きい、確かに。めっちゃでかい。ここが入り口ね。はい。道の駅上野の情報です、はい。上野村は四方を山に囲まれ、春のツツジ、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪化粧と四季の移ろいの豊かな山村です。いろいろ建物があるみたいで、うん、琴平センターっていうレストランとか、あと売店。ウッディ上野村、これは工芸館だそうですね、うん、あとそばどころとか森林科学館とか、まあ、上野はいろいろ見どころがあるようです。おすすめのメニューはですね、はい、十穀味噌や猪豚料理がおすすめだそうです。あ、なるほどね、うん、これ群馬県の道の駅第1号店って書いてあるよ。俺より先だったか。俺より先ってなんだよ。先行かれたわ。登録してねえだろ別に。多分さすがにさ、なんかこう立て直したというか、あ、ちょっと補修は入ったよね。いや絶対そうだよね。めちゃくちゃ綺麗だもん。トイレもめっちゃ綺麗だった。トイレすごかったね、うん、超綺麗でした。ほら工芸館、これウッディね、ウッディ上野。おウッディなんかピン芸人みたいじゃん、ウッディ。やめろよ、確かにウッディ上野っていうピン芸人いそうだよね。イノブタカーじゃない。え、何あれ、見てくれみんな、多分この施設の車だろうね。イノブタの番があります。かわいい。ちょっとまたスタンプの予想しようよ。ブーじゃない。え、ブー、イノブー、イノブー、イノブー。もうそれじゃん、絶対絶対イノブーじゃん。イノブー。じゃあいいよ、俺味噌、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 味噌だる、味噌だる、味噌だる、うん、あ、違う、全部全部のせ、全部のせ。そう、これ思ったんだけど、キノコかなと豚と味噌みたいな、これが入ってんじゃないかな。豚って言わないで。あ、はい、すいません。かわいそうだな。イノブーね、イノブーね、イノブー、はい、だ、つまり俺はマンバの里系って感じ。あ、なるほどね、モリモリ系みたいな。モリモリ系ね。そうそうそう。じゃあ答え合わせしに行こうか。行きましょうか。はい、じゃあいろいろ散策してきましたけど、なんと皆さん、こちら道の駅スタンプブックがありました。ありました。まあ、4月で更新されちゃうとは思うんだけど、うん、まあいいよね。いいの、そこは、うん、なんでこの道の駅からこのスタンプブックに押していきます。はい、スタンプね。そして予想したやつ開けていきましょうか。じゃあスタンプはヤメさんがイノブタ、俺が椎茸と猪豚と味噌のこうなんかてんこ盛りスタンプだと思っていました、うん、まあ、ヒント的にはそんな感じだよね。まあ確かにあれとかも書いてあるしね、上野のヒント的にはね、うんうん、じゃあ結果発表いきましょうか。こちらです。おひながゆ、自然と伝説の里、道の駅上野となっておりました。何これ、もうノーヒントすぎない。おひながゆって何なんだろう。なんかみんなであれなのかな、そういうかゆを食べてるんじゃない、おひなだから。おひな様、うん、ってことは女の子が食べてる感じで、も男の子もいそうな感じだけどね。まあ、てっきりこうやっぱイノシシと味噌と椎茸かと思ってたからね。まさかのおかゆでしたね。まあ、この地域の伝統のことなのかもしれないね、こういうおひながゆっていうのが。もうふてくされんじゃねえよ。ふてくされんじゃねえよ。俺はちょっと駅長に話を聞いてみたいもんだけどね。電話番号書いてある。いいでも見てけん、これ、はい、お得クーポンがついてる。え、クーポンもついてるの。50円引きとか。本当だ、11月までだからダメですけどね。あれ、まあ、でもなんかここにスタンプ溜まってくるのちょっと楽しいな。ね、なんかこれは面白いわ。そしてね、ちょっとレストランが閉まっちゃったんで、あのお弁当売ってました。はい、これを食べたいと思います。俺のリベンにした。出た、俺系の人ね。僕はね
鶏めし弁当です。お、きんぴらごぼう入ってる。嬉しい。きんぴら美味しいよね。美味しいよね。本日初ご飯になりますね。いやなんか失敗したなと思うのが、さっきのまんばの里でもっと冷蔵品とかも買えばよかったなと思って。うん、やっぱり、うん。なんかせっかく行ったのに、このサウルスドリンクだけじゃね。これね。いいじゃん別に。まあ橋とかもね楽しませてもらったからいいんだけど、もうちょっとなんか買えばよかったなと思った。なんかお家帰ってからの楽しみがね、あのどうぞいただいてください。お家帰ってからの楽しみがあるじゃないですか。失敗したなあそこ。群馬はですね、鶏平っていうお弁当がすごい有名なんだよね。うん、お弁当というかそのちゃんとレストランみたいになってて中で食べれたりもするんだけど、それぐらい鶏飯みたいのが結構人気だったりします。うん、はい、美味しいよこれ。多分一緒、作り方というか、うん、一緒。いや鶏平と、じゃ一緒だというか、鶏平の皆さん、やめて。鶏平の皆さんって誰なんだよ。道の駅上野の皆さん、やめてやめて。それいい、名指ししない、名指ししない。一緒っていうのはちょうどね、ちょっと語弊があるね。うん、そっち系みたいな。そっち系。はい、じゃあ道の駅上野楽しませていただきました。今回ってきた中で一番大きかったね、うん、サイズ的に言うとね。あと栄えてたりとか店数が多かったりとかしたね。次が道の駅オアシス南牧です。南牧村って結構そのキャンプしに行ったことあるんだけど、すごい自然が多いイメージ、うん、またここからね30分ぐらいかな。はい、はい、じゃあゆっくりとドライブ楽しみながら向かいたいと思います。はい、さっきね食べたお弁当なんですけど、矢部さん海苔弁なんだよね。うん、海苔弁を買ってよく白身魚のフライ入ってるじゃないですか。それを矢部さん食べたら、なんとね、なんか鮭だったんだよね。美味しかった。鮭魚のフライみたいなね、うん、鮭魚のフライはよくわかんないけど、なんか全然合うよね。美味しかった、うん、ちょっと一口もらったけど、私はこっちの方が好きだった。あ、なんなら白身魚より好きぐらいな。うん、あ、ちょっと一工夫があってね、美味しい海苔弁当でした。はい、漬物もねめっちゃいっぱい入ってていいね。うん、あれはいいよやっぱり、カリ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 したいからね。それとですね、もう今回のでわかったんですけど、スタンプが難しい。スタンプ予想をちょっと斜め上から行かないと俺らも多分正解できない。俺次斜め上行こうと思う。あ、本当に、うん、あ、それがいいと思うマジで、うん、じゃないと、まあ鬼石とかはギリギリ、ほら鬼石って書いて鬼石だから、うん、鬼の連想しやすいのかもしれないけど、確かにちょっと上野に関してはもうすごい難しかった。ヒントがノーヒントだったね、うん、だからその地域で有名なこととかも入ってくる可能性あるよ。それもいろいろ知らないとダメだね。そうそうそう、なんならマンバの里とかもほら鯉のぼりとかヤマメが紹介してくれたじゃん、施設紹介で、うん、そこにヒントがあったんだね。こういうの見ていかないと俺らも、うん、このちょっとクイズは当てていきたいね。あと2つどっちかは当てたくない。当てたい、1個当てたい。もうどっちか当てよう、うん、もういがみ合うのやめない。どっちが当てようとかじゃなくてさ、うん、どっちかが当てようみたいな。と、まあそうだね。ちょっと手を組もうよ。うん、嫌いだけどなんで嫌いなんで嫌いなの。嫌いだけど手は組もうか。ああそうだね、今だけな、今だけのやつね、うん、はいはいはい。冷凍のお土産もね我々実は買いました。買いました、上野でね。はい、なんか一応やっぱ中見ると有名なのは椎茸とイノシシと味噌だったんだよね。うん、うん、で椎茸はヤマメさんちょっと苦手なんです、実は。はい、なのでイノシシか味噌だなと思ったら、イノシシと味噌が入った餃子が売ってたんだよね。うん、そうなんで、あ、これ全部入れじゃんと思って買いました。まあそれはねお家に帰ってから楽しみたいと思うんですけども、もしこの動画編集中に食べ終わってたらさ、うん、なんか写真かテロップ感想ここに入れて、うん、美味しかったよ、美味しかった、うん、美味しかったってまあ先に言うんじゃないよお前、ちゃんと感想言って、うん、そうだね、食べた本当の感想。臭みとかも意外となかったはい、オアシス南牧到着です。おお、木の柵がすごい可愛らしい道の駅ですね。はい、着きましたよ。お楽しみがまた待ってますね、お楽しみが。それでは道の駅オアシス南牧の説明です。はい、上信越自動車道下仁田インターチェンジから約 10km、 車で15分の位置にあります。施設の裏には清流南牧川が流れ、美しい自然に囲まれています。施設内の直売所には南牧村で採れた新鮮野菜、地元母ちゃんの手作り惣菜が取り揃えてあります。はい、こちらがね道の駅オアシス南牧です。横長な施設だね。うん、うん、ここがなんか俺風情あって好きよ。なんか渡り廊下みたいな。そうだね、ね、はい、感じになっております。向こう側に続いてるね、うん、これちょっとこれがおしゃれじゃない。本当だ、夜光るんかな、光るんかな、うん、ここに流れてるのが南牧川ですね。なんかね裏手からねちょっと降りれそうな感じがしてる、階段があるから。であちらが販売所です。はい、物産館ってことかな。そうかな、直売所って書いてある。これいろいろマップに載ってます。うん、でこのねおしゃれな渡り廊下を渡っていくと向こうが食堂になってます。それでは皆さん恒例のスタンプ予想していきましょうか。俺はもうね心に決めてるのがある。お、なんですか。おっかさん。あ、
なるほどね、さっきの食堂からヒントを得てる感じかな、うん、なんか母ちゃん食堂みたいなやつでしょ、うん、俺的には結構自然推しだったじゃん、川もあって山もあってみたいな、うんうん、確かに今度こそこう南牧川とこのなんか山々みたいな自然が入ってくるんじゃない、あ、ワンちゃんこれない、こういうなんかわかんないけど、あ、まあね、なんかきっと有名ななんとか焼きみたいなさ、可能性あるでしょ、じゃあそれでいこうかなと思う、はい、推しに行こう、はい、じゃあ少しね物を買ってきました、反対側の食堂側もね見ていこうと思います、これ大丈夫、橋、あ、大丈夫そうだ、高さ的に骨折かな、骨折もしなそうだね、 OK、 なんかアイスとかあるね、アイスある、食堂だそうです、食券制の食堂、休憩所って書いてあった、あ、中で休めるみたいな感じか、うん、へえ、いいね、ほんと自然がいっぱいでね、あ、やっぱ下仁田近いから下仁田ネギのうどんそばとかがね押してますね、ランチで、とりあえずおやつだけいただこうと思います、はい、はい、ということでね、道の駅オアシス南牧行ってきました、まずはスタンプの答え合わせしていきましょう、これちょっとすごいんだよね、いきます、はい、スタンプは今回こちら、じゃん、はい、道の駅オアシス南牧、真心、これ建物と、なんと山目さんが言い当てたおっかさんだと思うこれおっかさん、これおっかさんじゃないの、おっかさんなってる、あれ母ちゃん本舗っていうのがあるんですよ、うん、のなんかそういう品物も売ってたんですけど、その母ちゃん本舗の母ちゃんなんじゃないかと、これはうまい飯作る母ちゃんだよ、このタイプの母ちゃん、間違いないこれ、うん、ということで山目さんクリア、やったクリアの意味が分かんないけど嬉しい、これスタンプが溜まってくとね、うわ、最初の2つもさあれだね、後で貼りたいね、押したかった、なんか直に押したかったよね、うん、本当は、うん、なんかテープで貼るしかないか、そしてなんと今回はこちら見つけました、ピンバッジ、道の駅ピンバッジラリーみたいのやってて、それの該当するところにだけ置いてあるらしいです、うん、かわいい、はい、これがね2つ目です、道の駅オアシス南牧、さあゲットだぜって感じじゃない、ゲったね、ポケモンのジムバッジみたいな、剣が持ってるとなんか錠剤みたいなこれ錠剤カプセルの、あ、カプセルタイプの、確かに風邪薬みたい、今回おやつを買いました、さっきねご飯食べたんでね、はい、ヤマメさんがこのアップルパイです、はい、はい、200円で安くない、安い、うん、で僕のこちら、これねいぶしっていうものなんですけど、これ南牧村の伝統のお饅頭みたいな、このお菓子みたいなものらしくて、うん、これちゃんとね南牧母ちゃん本舗です、うわ、ええ、じゃあおっかさんが作ったの、これおっかさん本舗のやつ、これパッと見なんかせんべいかぬれせんべいかと思ったんだけど、だからただこれはお茶のあてにするものらしいです、はい、はい、なのでマウンテンデュー買ってきました、マウンテンデュー、うん、全然お茶じゃないんだけど色はお茶だから大丈夫、色はお茶だね、うん、いやお茶にすりゃよかったな、確かにな、これミスったな、食べてみなよ、炭酸ばっかじゃあれだからね、どんな味なんだろう、なんか、え、なんだっつったっけ、なんかね一応ほのかに甘みがある黒糖と柚子、 あ、そう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 、うん、みたいな感じだったよ、そうやって書いてあった、うん、イオカンみたいな感じでもあるのかな、うん、いただきます、柔らかい、うん、うん、へ、おやきに近いかも、僕にも一個ちょうだい、うん、ほんとだ、柚子強めだね、うん、黒糖柚子味のおやきみたいな、うん、だと思います、うんうん、美味しいです、まあ、アップルパイとかじゃあ食べながら次のとこ行こうかね、そしたら、うんうん、え、何これどういうこと、うん、どれが入り口、入り口はあ、ここ、え、でかくない、なんか茶色い、あ、ここは違う、駐車場がすごいでっかい、え、めっちゃでかくない、それでは道の駅下仁田の情報です、はい、道の駅下仁田は群馬と長野を結ぶ国道254号にあり、妙義荒船佐久高原国定公園の東側玄関口として平成15年12月にオープンしました。地元の特産品で絶品と称される下仁田ネギやこんにゃくをはじめ地域の新鮮な味覚を提供します。群馬の上毛三山の一つ妙義山までは車で30分だそうですよ。ごめん、今の聞いて思ったんだけど、うん、スタンプは下仁田ネギとこんにゃくにします僕、はい、あの群馬のカルタがあるんですよ、上毛カルタっていう、はいはいはい、そのカルタ遊びの中の札の一つにネギとこんにゃく下仁田名産ってのがあるんですよ。あるね、ネギとこんにゃくがスタンプになってる可能性めっちゃ高くない？確かに、でも群馬で知らない人いないじゃん、このネギとこんにゃく下仁田名産を、うん、なのでもうそれでいきます僕、うん、別にいいよ何でも
好きにすればいいよ、もう飽きてんじゃん。いいよスタンプなんか。こっち本気で考えてるの。可愛いじゃん、だってスタンプ。いや可愛い、スタンプは可愛いけど、別にその県が何をそう予想するか正直どうでもよくてですね。なんてこと言うんだよ、当てる楽しみがあるだろう。まあ行きましょうよ。行きましょう、はい、結構ね交通量の多い道路に面した大きな道の駅です。はい、今日行った中で一番大きいね。そうだね、更新しました。うん、で割と街中というか栄えては来てます。で形がまた面白くて、なんか丸いね多分ね。うん、こうぐるっとね道の駅楽しめるような場所になってます。下仁田ネギの唐揚げだって。ネギを唐揚げにしちゃうってことだからね。あれ今なんかキャラクターいるよ、ほらこんにゃくとネギ。そういうこと。そうだよ、2人いるよちゃんと。そしてスタンプ頼む、頼む成功してくれ。おし、サンプルない、サンプルないよ。いきます。はい、お願いします。イエイ、さあ来い、ネギとこんにゃく。じゃん。あれあれ、ちょっと待って待って、これは山、ちょ、なんですかこれは。いや、妙義山でしょ、第四石門。ああ妙義山か。じゃあ道の駅下仁田楽しんできました。はい。いやー、ちょっとねスタンプに関してはやりなんでそうか、下仁田ネギだと思ってたよ俺は。妙義山でしたね。妙義山だった。はい、でもそうなってくるとさ、うん、この道の駅妙義のスタンプラリーは何になる。あ、ちょっと気になるよね。うん、妙義があるんですよちゃんと、その道の駅妙義、うん、これで妙義山かぶりしてる可能性があるのか、まあ、避けてる可能性もあるよねもちろん。ただねこれいろいろまた買ってきましたよ。ちょっとこれネギが飛び出してるのがさ、スーパーの帰りみたいじゃない。本当だ、ね、かわいい。まず最初は、はい、乾燥下仁田ネギ。はい、こちらです。こんな感じのね、これ小口切りだよねまさにね、うん、に切られた乾燥ネギですね。一応下仁田ネギ本体もちょっと変えたんですけど、箱売りしかなくてね、うん、なんか 4,5 本一緒に入ってるので、1本がめっちゃ太いから、いやそんな消費できないなみたいなことで、こうお味噌汁とかに浮かべてすぐ食べれるような下仁田ネギの乾燥買いました。美味しそう。これ美味しそうだよね、うん、次はこの下仁田ネギ 100% の緑のネギラー油。はい、ネギラー油です。これちょっとめちゃくちゃ気になって買っちゃいました、うん、ネギラー油です。あ、緑のとか入ってんだね。そう、これもだから下仁田ネギ 100% なんだよね。いや、これ全部さ下仁田ネギってことでしょ。そういうことですね。しかもラー油って言われに赤くないんですよ、うん、確かに。ちょっとね あんま辛すぎなくていいのかな。青唐辛子だって。しっかり辛そうですねでも美味しそう。いや、うまそうじゃない。でご飯とか餃子にも合うっていう風に書いてあって、うん、おかずがちょっと足りない時にこういうの欲しいなって思ってたのが一個と、あとほらさっきの道の駅で餃子買ったじゃない、うん、冷凍餃子、それにも合うんじゃないかなと思って。確かにコラボレーションですよ道の駅の。あとパスタにも合うって書いてあった。あ、パスタにも合うって、うん、いいじゃん、なんかうまそうだね。ちなみになんですけど、あの入り口の上りにあったネギの唐揚げってあったと思うんですけど、うん、そのお店がですね今日やってませんでした。お休みだった。やってたら絶対食べたかったんですけどね、うん、なんかちょっとこうトロトロのネギが、下仁田ネギ入ってたね、うん、下仁田ネギって結構トロトロなんですよ。それがもうね大量に入ってる絵でしたね、うん、めっちゃうまそうだった。美味しそうだった。あ、しかしやってませんでした。コロッケとかもあったけど。あったあった、いろいろあったね。そう、同じお店だったから食べれなかった、うん、残念。イートインコーナーは今日お休みでした、うん、またちょっと来たいけどな、下仁田ならまだ近いし。確かに、うん、じゃあということで最後ね、ほらうちもネギ買ってあるからそれご紹介しましょう。はい、最後こちら下仁田ネギタオルですかわいいめっちゃかわいくない、うん、これこれネギを束ねるほらなんていうのこのテープっていうか、テープ、うん、紫色のテープがこういうの巻いてあるよね。そう、上下についている下仁田ネギのタオルです。ああ、おお、殿様ネギ。あ、殿様ネギって書いてある。これはどういうサイズフェイスタオルというかハンドタオルというかって感じでしょうか。サイズ感的には下仁田ネギはね、うん、その昔江戸の殿様に献上されていたことから殿様ネギと呼ばれてるんだって。あ、そうなの、うん、偉大なネギだね。ネギには体を温める効果があり、昔からネギは風邪の予防に効くと言われています、はい、風邪をひかない一番の対策はうがい手洗いです。殿様ネギタオルでしっかりと手を拭き、風邪の予防に努めましょうって。それで殿様ネギっていう名前なんだね。かわいい。かわいいね。ね、いや充実したんじゃない、これは。楽しかったなんか。楽しかったね、うん。そんな感じでですね、もう時刻はだいたい5時ぐらいでございます。はい、ちょうどいいぐらいだね。まあ、全然慌てることなく回ることができたんじゃないかなというふうに思います。なんかせかせかスタンプだけ集めるのはちょっとあれかなと思ったんで、こうやって少しずつね、ちょっとこうスタンプとかピンバッジとかね、
楽しみつつ地産地消をしてみました。これ良かったね。スタンプ溜まってくのちょっと楽しいわ、ね、嬉しい。ちょっと楽しかったなこれは。ななんか記念になるしね、ここ行ったぞってい う、うんうんうん、こちらの道の駅はしご動画いかがだったでしょうか。もしまあこの動画が好評だったら第2弾ありますね。ありますね。あのこのスタンプブックも買ったし、うん、好評じゃなかったらもう打ち切りです。好評であれ楽しかったね普通にね。楽しかった、はい、まだまだ回り方が初心者なのでね、うん、あのもし続ける場合はもうちょっとなんかいろいろ買ったりとかなんか楽しみ方を変えていきたいね、うん、はい、まあ、そんな感じで今後ともいろいろ楽しめる動画を出していきますので、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それでは本日の動画以上、バイバイ。